はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。妹田と申します。じゃあ今回のポジットモンスターレッツゴー EV の方実況プレイしていきましょう。パート何本なのかな、10かな、前回パート9って言わせたんじゃないか。もういいや、美術腐りで早速切って、今回はプチバジム戦やっていきましょう。前回はサントアンヌ軍を探索しましたということで、お見事、今日聞いたら地面の道を切り開いたな。よし、地面の挑戦が待ってるからな。ここ外国人の方なんですよね。くちばし、ポケモンにもジーラ、マチス、ライトニングタフガイ。光っているタフな人ってことですね。何が光ったのか知らんけど。来たー、くちばジム。待ってるね。なんだよ。なんかキモいんだよって、ちょっと喧嘩売ろうか。待ってたぜ、ミナミちゃん。ジムリーダー、マチス、少佐は、電気タイプのポケモンを使いこなすタフガイだ。飛行タイプ、ミニタイプ、相性悪で、マヒサ戦気をつけないな。それとマチは用心深い。簡単には近づけないぜ。そうそうそう。赤いゴミ箱だ。ジェントルマンさんに見つかっちゃった。軍隊にいた頃は、マチス少佐に、ビシビシ耐えられたぜ。大佐だね。ジェントルマンのオルソン。外国人の名前がいいかな。ピカチュー、ピカチュー対決。まあ、光の壁しようと、せっかくやし。電空石火。はい、特殊技に強くして、電気ショックとかそういう技は食らわんくして、まあ、電気ショックそもそも石ついてに食らわんないけど、ね、はい、OK、電光石火しかしてこんのかこいつ。うん、ワンパターン戦法ですか。穴を掘る、二度蹴りやめろ。まあレベル差あってもピカチュウぐらいは多分一発で持っていけるでしょう。3レベル差あるけど、二度蹴り食らわんよ。はい、オッケー、オッケーオッケー、よしよし、俺22まで上がったよ。ピジョンもレベル21に上がって、よし、どこにあるの？これスイッチ見つけていくんですよ。お、ポチッとな。これ端の方にあればいいんですけど、次は絶対ね、隣にあるんですよ。だから3分の1ですね。左、右、下。私は、クラピカで、クラピカでって言ったら、なんなん、かわいくうんたのだ。何？あの人何？電気野郎。電気野郎って言うのに。電気グループの踏みを。何や電気グループ。これわからん。四電に通っとんか、何、東京電力か、何電力、どうか知らんけど。ビリリダーマー。まあ、光の壁しまくろ。電気ショック。ああ。まあ、電気タイプはまひらないんでね。まあ、昔はまひんよったけど。本番の初代は。石粒で、ビリー玉とかそんな有用の技覚えてなさそうやろ。はいはいはい、変えていくよ。自爆、あー強い、あー耐える、危ない、危ねー。ビリリ玉は変えません。ビリリ玉も素早さ速いだけで、そんな耐久ないんで、多分一発でもって、スピードスター。のちょ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 。はい。はい、さよなら。オッケー。19。まひしびれた。616円。左、当たれ。
合うな。3分の1水捨ていく。マジかよ。何青いゴミ箱と赤いゴミ箱もまた下がっていかないかんや。もうめんどくせえ。どこだよどこだよどこどこ、もう下りたくないよここで。どこだ、端っこ、端っこやったら嬉しいな。うん、違う、ここか。え、どこ、ないやん。お、あ、これ同じということは左ではない。2分の1、2分の1、右。おっと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 、私3分の1の最後を外していっちゃったの。マジかよ。これ全員固定じゃないよね、わからんけど。はい、解除で船乗りとバトルしてで、ポケモンセンター行って街の操作とバトルさせていただき、まゆゆ船乗りの達彦、達彦立っとんかこんにゃろ。もうまゆゆがかわいすぎるけんってあんま立っちゃって。おー、コイルか、いいポケモンですね。鋼技とか持っとんかな。電気鋼は4倍なんでね、共に地面が弱点なんで、超音波とか危ない技してきまんやけど、危ない技してきまんやけど、やめてね、そういう技。ソニックブーム、あー、20食らうから、あぶねー。おー、さすが、さすが、石粒手ちゃんいい子。本回しに出ました。ね。サンムーンからね、耐えるシステムが出たんですよ。マジ神やわ、この石粒手ちゃん神やわ。女の子やったっけ、女の子ね、この石粒ちゃん1個やわ。連れていかないかんわ。あぶねー。で、一発で死ぬ確率が減ったんですよね。回復してきますと、回復回復、これこれね、中とか入ったらすぐ復活するよな。美術草切りで、おりゃ、おいべい、バシャーン。よしよしよし、さて、お願いします。オッケー、さて、バチス少佐にバトル挑ませていただきましょう。オッケー、えい、バイバイ。何使ってくるんやったっけな、何使ってくるんやったっけな。バチス少佐、バトルお願いいたします。まあ、戦闘石つぶってでしょ。で、レポートはしっかり書いておきましょう。いよいよ3つ目ですよ。図鑑24か、24か。24で撮るかもしれん、実はこの人。Welcome to Kushibaji. Hi, baby. You got challenger? ははは、そんな半端なパワーでミニ勝負いいの。いい度胸ね。ポケモンバトルそんな甘くない。君の顔は甘いけどな。みんなビリビリ締めさせてあげます。ドゥ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 。ジムリーダーのマチス。トゥトゥ、何、ビリリラマ、ほう、何体持っとんかな。3体か。アホになりますよ、3体持ってたら。もう私も6体やけん、アホやけどな。やかましいわ。ああ、人のことをバカにして、ほんま失礼な人よ。わ、スピードですか。うん、結構食らうね、効果いました。急所か、びっくりした。ステロマック、トゥートゥー、穴を掘る。うん、スピードスターぐらいしか多分有能な技ないんでしょうね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。はい、トゥートゥー。
多分一発で持っていけるでしょう。耐久ないんで。レベル差6あります。うーん、持っていけないのね。なるほど。トゥ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 スピード差。薬は使ってこない。薬は使ってこないので、まあいいや。まあビリリ玉はまだそんな使うほどではないと。まあライチュウが多分あの魔術少佐の多分とっておきポケモンだと思うんで、それに使ってくるんでしょう、おそらく。よし、レベル上がった。20ライチュウと、とっておき出してたね。ライトゥーか、ライトゥーどうしようか。フィジョンなんか出したら絶好のカムやしな。ライトゥー眠らそう。眠らしていくぜ。あ、眠れば何もできねえんだよ。ライトゥー。よし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 。眠らそう。眠れ。10万ボルト、10万ボルトやめてー。うわ、強い。あーっと、こっちも引っていったー。最悪だー。最悪だー。最悪だー。もうさっき、もう傷薬使っていこう。よし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 。よし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 。よし、5つ潰って回復。ウツドンごめん。ほんま、ヒッターウツドンはね、ちょっとね、もう、ごめんなさい。ごめんね、ごめんねー。トゥ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 、やりやがったな、なんやら。その石つぶて様には、その10万ボルト効かんもんねー、だ。何してくる？二度蹴りとかしてくるか？うん、やっぱりね。ちょい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 。二度蹴り危ねえなぁ。おら、倒れ。マジか。トゥ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 。かく。どうしようか。ピジョン、ピジョン。ピジョンパイセン、ピジョンパイセン。ピジョンパイセンに変える。トゥ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 。もう交代しますっけな、俺。二度蹴り。倒倍、倒倍、倒倍、倒倍。耐え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 。多分、ライチュウのが素早さ早いんで、電光石火で削りましょう。よし。向こう電光石火してるんかで、よし。あー、倒れん。あー、さよならー。あー。お、耐えた。なんていいピジョンだ。でも多分、回復技してくるよねー。回復技してくるよんで、羽休め。してこなかったしてこなかったんだがー。知ってこなかったんだが、それは聞いてない。よし、イブ行くぜ。俺だ。バイ。電光石火。はい、よしよし、メインポケモン倒して、よし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 。コイル、コイル。おー、鋼持っとんよなこいつ。鋼持っといて、燃やそう。燃やせ燃やせ。チュー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 。いけ、ブッキー。かわいいお尻したブッキーだぜ。キュートなお尻のブッキーちゃんが鬼火。はい、オッケー、いいよ。いい子いい子。ナイスナイス。よっしゃ。これで耐久戦で勝てるぜ。はい、10万ボルトしてくる。あ、いいよ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 。あー、強い。強い。急所とかは、それはダメじゃない。まあまあ、いい仕事した、いい仕事したよ。違う違う。全然いい仕事してくれた。オッケー。戦う。光の壁しとこうと。光の壁。うん、10万ボルト。効果今一つで光の壁張ったらそんな食らわんはずなんですが、結構食らうね。で、石つぶてさんに
いい傷薬使って、はい、オッケーオッケー、うわ、よしよしよし、いいよいいよ、徐々に削っていくこと大事で、これで穴を掘るで削っていくと、よし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 、ソニックブーム、うーっと固定ダメージは出してくる、20の固定ダメージですね、ソニックブーム。もうさっきは耐えたんですが、穴を掘る、固定ダメージめんどくさいな、これで倒せ、まあ、4倍なんで多分倒れますね、ダメージも削ってますし、徐々に、はい、さようなら、マチス少佐、はい、勝ち、今回石粒てちゃんが勝つ、オーノー、優の強さトゥース、つまり本物ね、オッケー、オレンジバッチあるよ、オレンジバッチゲットだぜ、エーブイ、マユはマチス少佐からオレンジバッチをもらった、アンドスペシャルの強さに、これはミーの気持ちね、マユはマチスか、ま、何マチスのサイン、そんなんもらえる、マユはマチスのサイン、何何はぁ、ドントウォーリー、もちろんこれもやるよ、わざまさん10万ボルト強いよ、エレクトリックの、もう早速覚えさせましょう。まあ、10万ボルトといえば、もうあのポケモンしかいないでしょう。10万ボルト覚えたらもう強くなれるけんね。10万ボルト使う。もちろん、ラブタンに使うよ。電気ショックはいらない。オッケー。もう一回話しかけようか。はい、それから言うにアドバイス。エレクトリックパワー、ビリビリ強いね。でも地面タイプでパワー吸い返しまって全然効かないよ。ありがとうございます。よしよし、ジムバッジゲット。これ、私ちょいちょいは気づいてたのに、これジムバッジゲットしたら、なんか左下に EV がなんか低分量っていうか、なんか EV マーク出ますね。そういうことなんかな。買ったよーっていう。さて今回もうちょい進みましょうか、まあ、まず回復してね進んでいきましょう。あら君、マティスさんに勝っちゃうのすごいね、順調順調、はい、お疲れ、お、なかなか使える女性です。私海水浴よ、狭いプールから飛び出し広い海で泳ぎたい時もあるの、これからどこに行くの、この近くのディグナーって言った、まだだったら連れてってあげようか、お願いします、いいわよ行きましょう、女の子にはついていくやろ。まあ、自分でプリティって言おうし、可愛い子にはついていけってね。まあ、私の教訓です。何を読むかわかんない。ここがディグダの穴よ。ディグダが掘り進んで出た穴なの。もう女性がそんな穴穴言わんの、ほんまに。そんなことばっかり言ってほんまに。じゃあディグダの穴入っていこう。まあ、ディグダの穴ですからね、ほんまに。たまにたまのこの中でディグダが掘ったんだと。ディグダか、ディグダか、ディグダか、ディグダ、ディグダ、ディグダ。ディグダいっぱいおるんかな。おー、ディグダいっぱいおるね。なんか強そうなディグダ欲しいな。ディグダしか出てこんのか。ダグドリューとかも、ごく稀に出てくるような気もするんですが。出てこないかな。ディグダ出てくるけどね。もう終わっちゃうよ。終わっちゃうよ。終わっちゃうよ。出てこないと。ディグダさん、ディグダさん、強いディグダさん、ダグドリオさんで出てくれたら嬉しいな。嬉しいな。出てこない。あ、もうこっち捕まえよ。ディグダ、ダグドリオか。ダグドリオもな、まあ言っちゃいやけど。久しぶりのポケモン DH。 あ、弱すぎたわ、もうちょい強くね、もうちょい強く、弱すぎたわ、はい、
OK グレート。1回2回3回勝ち、よしやった、リグダを捕まえた。 OK、 ウツドンが上がったよ、レベル22に。リグのネタが新しくポケモンズから登録させます。リグダ、モグラポケモン。暗いところを好む。ほとんど地中で過ごすが、動物ではよく顔を出している。OK、登っていきましょう。なんかおるな。どこかにここよりもずっと真っ暗なトンネルがあるらしいな。確か鼻出しに乗ってた先ですかね。何トンネルか忘れたりよ。チュ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 、2番道路に戻ってきました。チュ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 、ビズツ草切りで戻れるんですよね。まあいいわ、スーパーボール3個。チュ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 、まゆうさん僕覚えてます、ほら大きいラックスの女子ちょうどいい、よかった、いいもの見せましょう。いやここだとちょっと暗、明るすぎるな。まゆさん中で明るすぎるな、こいつ何する気や、絶対あれしかないやろ、もうフライト号をやるとか女性を。来ましたね、早速いいもの見せましょう。実は僕美術輝きをマスターしたんですよ。さあさあ電気を消して、電気を消して、やめてキャイチ、深く進行中、どんなに暗くても愛の様子を感じ取ることができる、やば、感じ取ることができる、やって、もうこの、もう言わないとこか、ほら電気をつけなくても明るく感じるでしょう、僕の症状か毎日のマイナさんに教えてありますよ、バイバイ。ん？イーブイが覚えるの、ビルツ草にも使えちゃうって、もう調子いったらしいよ、かなり特別みたいですね、そのイーブイ、まあまあ私は何でも覚えますから、はい、よし、美術輝きも覚えた、あとフラッシュですね、使いますよと。 OK、 子供がおるな、岩山と、あ、そうそう、岩山トンネルですね、次は岩山トンネルを抜けてですね、チュルルーチュ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 、なんだ、お、まゆゆ、マユも女子さんから輝き教えてもらった。マユじゃなくて妹が覚えた。相変わらずすごいな、マユの相棒。まあ、俺ですから。あ、輝き使わせるとこれ知ってるぜ。近くまでついてってやろうか。どうしよっかな。まあ、ついてってもらおうか、時間対策に。こっちの方な。真っ暗なとこあるらしいんだ。輝き照らせば暗いとこも怖くん。じゃあな。まるい。今回岩山トンネルの前まで行きていてる、多分トレーナーいっぱいおるよね、9番道路ですよね、バイバイ、はい、ビルツ草切り、うん、ですよね、いっぱいおる、なんかトレーナーいっぱいおる。じゃあ今回はこの辺りで終わりましょう、次回は岩山トンネルまでの道9番道路やっていきたいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました、次回もよろしければお願いいたします、失礼いたします。